皆さんこんにちは<ー>、えー、あもうカウントしてますね、はいえー、前座を務めます、えー、R ボディの鈴木ですよろしくお願いします、えー、僕はですねトレーナーという仕事をしていますでトレーナーというのはですねもともとトップアスリートあのー、オリンピック選手怪我した選手をこう治して復活させるあのそんな仕事です で僕はそんな仕事をしながらですね、18年ほど前から、あの、トップアスリートに提供していたようなサービスを、一般の方々にも届けよう。そんな思いでですね、あの、r ルボディという会社を作りました。で、えー、スポーツ選手に提供している、あの、まあ、トレーニングサービスですので、 あのまあちょっとフィットネス業界にあるようなよくある筋トレダイエットリフレッシュといったようなまあ三大目的とされているものとはちょっと違って機能改善怪我しない体づくりのための運動それを教えるためのそういったサービスを一般の方々に広げるそんなことをやってます。で、えー、僕らはその怪我をしない体づくりのことをですねコンディショニングという言い方をしてサービスを提供してます。で、まあ そう言うと、な、なんだそれっていう話だと思うので、ちょっとですね、皆さんに簡単にコンディショニングについてちょっと体感をしていただきたいので、一度ちょっと立っていただいてよろしいですか荷物をですね、あの、椅子の方に置いていただいて、あのー、足肩幅で手をだらんと。こんな感じで。で、肘をですね、曲げずに、ゆっくり前慣れをしながら、手のこう、手がまっすぐこう、万歳をする。 はい。一回下ろしていただいて。はい。もう僕の今から話す話に期待を裏切らない皆さんの肩の上がりっぷりなんですけどもですね。あ、一度座っていただいて。皆さんはですね、生まれながらに、本当、皆さん全員がですよ。肩のこの関節っていうのは、あの、実はですね、170度動く。なので、手の万歳がですね、 この上半身下半身ほとんど動かさず肘を曲げずに指先が天井に向くような関節を神様からもらってるんですね。でも今パッと見る限りでも皆さんほとんどが上がってないんですよ。気づいている方いない方いらっしゃると思うんですけど上がってないんですね。そんな方がそんな方を持ってる皆さんがちょっとイメージしていただきたいんですけども 自分の頭の高さより上の何か手を上げる動作をするときどうしなくちゃいけないか。例えば飛行機にあるラゲージ取るとか、電車の釣り革の上にある荷物取るとか、スポーツだったら、まあ、あの、テニスでサーブ打つとか、いろんな動作があると思うんですね。ここの手を上げる動作。でも今の皆さんの肩の上がりっぷりってこんな感じなんですよ。その人が上まで万歳しなくちゃいけないときどうしますか 人間の脳っていうのはですねだからもう上にあるものを取るって言ったらそのためそのために脳は働くんですけどものを取ろうということに脳は働くんですけどそのために何々筋を使おうとかどこの関節を動かそうっていちいち考えないじゃないですか皆さんだから肩にこの可動域の制限のある皆さんがこれより上のものを取るために動作するために何をしようかっていうとよく起きるのがまあこういう動作ですね ここに制限があるのでオートマチックに何か補填をしようとするんです違う違う関節動かして。よくあるのはこうでこうです。で、ものとで、例えばですね、この動作をしたことによって、繰り返し行ったことによって起きた腰痛があるとしたら、皆さん、この腰もんでて治ると思いますか短期的には治りますよね。 マッサージ、針、いろんな治療ありますけど、治ります。ただ、これがこうである限り、またこうなって、またこう痛いですね。根本改善にはならないわけですよ。痛くならない体づくりっていうのは、これをこうすることです。なので、ここじゃなくて、ここを治すことです。そして、体を腰反ることなく万歳できるような体づくりをすること。これが根本的な改善なんですよね。 これアスリートは普通にやってることなんですけども実は一般の方々意外に知ってるようで知らないこれを僕らコンディショニングと言っていますそのこの考え方フィットネスじゃないコンディショニング鍛えるんじゃない整えるそんなような考え方をですね世の中に広げるために今活動をしていますまあ簡単な自分の自己紹介と会社の概要になるんですけどもそんなような感じです で、そんなような僕なんですけども、まあ、今回ですね、あの、プロデューサーの晋也さんにこの場をいただいて、あの、何を話そうかというふうに、あの、相談しました。そしたら、そしたら、あの、人生のモチベーションカーブをちょっと書いてこいと言われて、あの、晋也さんに持ってきました。そしたら、自分の人生の中のモチベーションが最もこう落ちたところがですね、僕は父親の、あの、 でじゃあ晋也さんにじゃあそれをねお父さんとのやり取りを振り返ってみろとそしたら何かまた新しい発見があって面白い気づきがあるかもよって言われたんですねでほうと思って言われてみればやったことないなと思ってやってみましたそしたらやっぱり言われた通り面白い気づき発見がありましたで今日はですねそんな話をあのさせていただきたいなと思います で僕の父親は小学校の教員だったんですね。で、もう子供が大好きで、あの、校長先生のオファーをですね、幾度もこういただいてたみたいなんですけど、それは断り、生涯一教員として全うした父親でした。で、やっぱ生徒にも慕われてたようで、卒業生とよく飲み行っていた、あの、こともよく目にしてました。で、これもたまたまなんですけども、つい先日というか、えー、と、先々週ですね、 あのー、元教え子から一通の手紙が僕の実家に届いたんですね。で内容は何かというと、あのー「僕は鈴木先生を見てこんな大人になりたいと思いました」っていうその手紙でした。で、えー、とだから僕も小学校の先生を目指したいと思いますと。 で、今、ようやく、小学校の教員の免許が取れて、その舞台に立つことができましたっていう。で、その報告がしたいので、お墓参りさせてもらっていいですかっていう手紙でした。僕も息子ながらに、息子ながらにですね、親父あやるなと。あの、そんな思いでした。まあ、教え子からすると、父親ってそういうふうに見えたんですけども、見えていて、 で、じゃあ、実際、息子はですね、父親はどういうふうに見えたのかなって、振り返ってみました。そうするとこう、うんと思い返すとですね、僕からする父親は、まずですね、えー、まあ、身長僕と同じぐらいで、体格僕今の、今の僕よりも二回るぐらいでかいんですよね。で、脅威100センチ、ベンチプレス100キロ上げて、で、もう、色もガングロで、で、あの、頭は、あの、アフロ。 で、ひげ生やして、どっから見ても小学校の先生じゃないでしょう、みたいな。そう、そんな父親だったんですよ。で、剣道を、あの、も、ま、う、あ、長く続けて、七段ですね。で、そんな父親との僕は、とのこのコミュニケーションは、毎日の中のコミュニケーションは、あの、朝僕が起きてくると、父親は家の庭でですね、こう、僕と、こんなぶっとい僕とですね、こう毎日こう素振りして、こう、僕を待ってるわけですよ。まあ、ちなみに、あの、鈴木家の、あの、傘立ては、 傘よりも僕との方が多いっていう過程だったんですけどあのあええ冗談のようなら本当の話で,でまあ中学校で僕が起きてくると「起きたかと」と「よし行こうじゃあ行くぞ」って言って毎日あの朝10キロあの学校行く前にあのマラソンを小学校6年間ずっとやらされてたんですねで僕も剣道やってたんであの道場はしゅ平日通ったんですけどあの日曜日になると中学,小学校の先生ので体育館 行くぞって言われて時間無制限で父親と2人のあのもう差しの稽古があの終わりなく続いてたっていう,そ,うそんな感じでしたであとは母親も小学校の先生もあってですね夏休み冬休みのアクティビティは結構こう充実してたんですね夏は海冬は山みたいな感じでででもその 夏の海水浴も今思うとあのよそ様の家庭とはちょっと違ったみたいで僕の海水浴はですねあの足のつかない岩場でこう波がバサーっていったらこう持ってかれちゃうようなところに父親は僕をボーッて投げて「あのよし今日はサザエ3つ取るぞ」みたいなそういうのが僕の,あの海水浴だったんですよだから今からただの訓練じゃねえかみたいなアクティビティじゃねえなみたいな感じだったんですねで あのー、なんか今、で、なんかほ、今でも思い出すんですけど、その岩場、岩場で海水浴をしてるときに、なんか遠くの景色にですね、あのこう、綺麗な、色カラフルな傘が、なんかあるなっていうのは、自分でも今でも覚えてるんですよ。で、それが、あのー、高校3年生のときに、自分が、あの、同級生と一緒に行った海水浴で、その傘が、 あの、ビーチパラソルだったっていうことを初めて知ったこの驚愕のこう事実があって、カルチャーショックだったんですね。あんまり受けませんね。<laughs> で、あの、でも、海水浴といったら僕はつけて潜って取ってみたいな、だったんですけど、なんか友達と行くとついたらあの、あの、サンオイル塗ってビーチパラソル立てて寝るみたいな。なんか何か違いを感じてた、そんな子供でした。まあそういうふうに父親がこう、接していて、 あの勉強をしろとは言われたこともなくただまあまあ剣道もやったこともあってこう礼儀作法には非常にうる,うるさくてマナーもうるさくてなぜか魚の食べ方だけは異常にうるさかったと骨をきれいに残して食べないとパーンなんてやられてたんですけどまあそんなですね厳しくもあり温かくもありみたいなそんな父親だったんでまあちょっと人と変わったのかもしれないんですけどなんか父親嫌いになることはなかったんですね で、そんな父親を見て、僕が、なんか今、こう、慎也さんからこういう、こう、振り返るって時間をいただいて、思ってみると、父親から何を教わったのかなっていう、なんか考えるとですね、なんか思い浮かばない、思い当たらないんですよね。確かに素潜りの仕方を教わったけどな、みたいな。でも、そういう、そういう、ちょっと深みないな、みたいな。なんかないかなって思って、ないと。で、よく、まあ、よく考えてみると、なんかこう、 自分は父親とねいつも一緒にい,るいたなっていう一緒にいてくれたなっていうのが印象に残ってます。であのー、僕にとっては訓練だったんですけどもあのー、まあなんとなく一緒にやってるとなんか楽しそうに。でなんかこう。 お、面白そうだなってさせてくれて。で、結果的に継続続いてたみたいな。そんな、そんな思いをさせてくれたのが必要だったなっていうふうに思います。で、その手紙をくれた教え子の方に、あの、お墓参りに来た時に聞いてみたんですよ。父親のどこが良かったんですかって聞いたら、まあ、その教え子の方も、鈴木先生からなんか教わったっていう印象ないんですよねって言って、言ってました。で、あの、でも、すごい、あの、楽しそうに授業してくれてた。 で、国語の授業で反対っていう漢字があった時に、反対ってどういう意味だって、わかんないって言ったら、池きなり父親がみんなの前でこう逆立ちし始めて、これが反対って言うんだよ、みたいなことをこうやったらしいんですね。なんかこう、なんか人に向かって、体当たりでこうぶつかってきてくれて、すごい楽しんでたと。その、鈴木先生自身が。っていう印象があった。 なんか僕が見えてた父親の姿と同じだなって思ったんですね。でそれを思ってあの僕が思うとこはなんですけどなんか人を育てるっていうのはなんか教えることじゃないんじゃないのかなっていうのをなんか思ったことがあります思いました今回の場で。で何かこう一緒にいて一緒にやってそれを夢中,にや夢中に楽しくやる。 そしてなんか隣にいる人がなんか楽しそうだなって俺もやってみようかなってさせる巻き込むこうそんな巻き込む力っていうのがなんか本来のこの育てる力なんじゃないのかなっていうふうにあの思いました僕もですねまあその会社を作ってまあ事業会社のオーナーとして今仕事をしてるわけですけどもあのー、100年続く会社を目指して で、自分がそのために意思決定を、あの、権限を委任して、で、自分の事業を継承するようなことをして、幹部に何かを育て、幹部を育てて何かを教え、教えれたらいいな、そんな思いをしながら、なんか結構コロナ禍の間、この今年2020年っては過ごしてたんですけど、なんかうまくいかなかったんですよね。で、まあ、いろいろこの機会をいただいて、僕はすごい良かったのは、なんか今のところ落ち、今落ち着いてるところっていうのは、 育てるってなんかおこがましいなと。育てる必要、育てるなんて考える必要ないんだなと。教えるなんて、まあとんでもないなと。だから自分がすべきことっていうのは、なんかこう、一緒になって仕事をして、で、それを僕が夢中になって、それで楽しそうに、楽しく仕事をするのが、それが結果的に育てるってことなんじゃないのかなと。で、一緒に働いた仲間が、なんかタケスさん楽しそうだなと。 という,ふうに思って、じゃあ俺もちょっとこれやってみようかなってそうさせるのがまあなのでこうざっくり言うとですねあのまあ今回の機会をいただいて僕が思うところは結局はですねあの育てるなんてことはどういうことかって思う考えずにまずはあの自分自身の人生を謳歌する。 で、なんか人が見てもなんか羨ましそうな人生を送ってんなみたいな、そういったところを人に共有する。それ、それがなんか結局育てるってことに結果になってくんじゃないのかなって、そんなふうにあの、思ってます。僕があの、父親を通じてあの、思ったところは、あの、そんなところです。44秒を超えました。 え僕からは以上です。ありがとうございました。